ディッキーの広告、1912年ディッキー、1915年ディッキー、またはタキシードフロントとは、タキシードやホワイトタイを着るときに着用するシャツの全部分の形をした胸当てである。ディッキーの上に付け襟をつけ、さらにその上にウエストコート、カマーバンド、タイなどを着用すれば、どう見ても普通にシャツを着ているように見える。 激しい運動などをするとディッキーが外に飛び出すことがあり、そうなるとディッキーであることがバレてしまう上にいろいろと見えてしまって恥ずかしいが、ボードビルの芸人にとっては鉄板ギャグの一つである。ディッキーが外に飛び出すのを防ぐためタブを下ろしてズボンに引っ掛けるものもある。材質は布、紙、硬質プラスチックなどがある。セルロイドのディッキーは19世紀終盤に登場し、 史上初めて商業的に成功したセルロイド製品の一つとなった。もともとはシャツの洗濯などが手軽にできなかった時代の発明である。ディッキーが発明されたことで精霊層のシャツの全部分を付け入りと同様に分離して洗濯や乗り付けをより簡単にできるようになった。ディッキーは伝統主義者からは悪とみなされ次第に使われなくなっていったが、 現代ではそもそも伝統主義者でも毎日、イブニングスーツを着て生活している人は、ほとんどいない。ディッキーの語は、シャツを意味するコックニーの王院族語、ディッキーダートに由来する。当時のイギリスのオフィスワーカーはシャツを着用することが求められたが、彼らの給与からすると選択した綺麗なシャツを毎日着ることは難しかった。特に1850年代にはみんな汚いシャツを、 ディッキーで覆い隠して生活していた。セルロイドのディッキーは、その防水性と汚れにくさで人気があった。伝統的な布地のシャツの前、身頃とは異なり、セルロイドのディッキーはシワになったり、くしゃくしゃになったりすることがなく、滑らかで真っ白でままであった。セルロイドのディッキーは、モーニングやイブニングの精霊装のシャツの時に着用する胸当ての外観を再現している。 いろんなデザインがあり、例えば円が丸いもの、まっすぐなもの、紐などで服にくくりつけないもの、ズボンにくくりつけるもの、横に伸ばした紐で背中でくくりつけるもの、などがあった。そのため、このディッキーは、エンターテイナーやミュージシャンなどのパフォーマーによく使われていたが、一方で、硬い、扱いにくい、よく外に飛び出す、などといった点が必要以上にネタにされていた。バッ バックスバニーのアニメでバックスバニーがオペラの指揮者をしている設定でオペラ歌手のズボンがずり落ちてディッキーがパンツ丸見えのオペラ歌手の喉に巻きつくというシーンがあるザ・フラッピング・ディッキーはわざとパタパタするように調整したディッキーを使うボードビルの有名な鉄板ネータの一つである紙製のディッキーは劇場やサービス業などで制服として リネンの礼服を使うのにかかる費用を節約するために使われた。ウェーター、ホテルのボーイ、ドアマン、ベルボーイ、リムジンのドライバー、メシ使いなどが使っていた。現在でも生産されている。布製のディッキーは様々なスタイルに使われ、例えばドレスシャツの前、身頃と襟、フリルシャツなどに使われた。プラスチック製のディッキーが ファッションの先端から消えて長い期間が経つが、布製のディッキーは現代でも時折見られることがある。現代のファッションとしてはセーターを着ているように見せる、タートルネックのセーターのディッキーがよく使われる。マーチングバンドのユニフォームにもよく使われる。ディッキーは伝統的に男性が着用していたが、1943年頃より女性にも着用されるようになった。 それ以前から着用されていたかどうかはともかくとして、1943年の防具ニューヨーク市にディッキーの広告が出ている。宣伝文句によると、あなたの新しいスーツを活気づけ、古いのは若返らせるとのこと。女性のディッキーは、メインやレイヨンで作られ、刺繍、レイス、ジャボット、フリルなどで装飾されている。当時の価格は2から3ドルだった。 女性向けディッキー用のパターンは1944年に発行されたバタック社のパターン集に8種類のディッキーが載せられているのを見ることができる。ディッキーは長きにわたってファッションの主流からは遠ざかっていたが手芸のレベルでは続いていて近年のファッション界における流行につながっている。近年ディッキーの人気が高まっている。2011年には ディッキーズとメンズウェアからインスピレーションを得たランジェリーがミニマリストの間で人気となった。2011年にはツケーリとディッキーがピーターパンカラーとしてファッションショーに登場した。2013年には従来のニットとコットンだけでなくレザーとシルクのディッキーがネックウォーマーとして登場した。2015年にはディッキーのネックウォーマーが冬物のアクセサリーとして登場。 2015年には現代デザイナーのマイケル・コースがディッキーを採用。テレビのザ・ビッグ・バン・セオリーのキャラクターハワード・アラウィッツがディッキーを着ており、ディナー・フォーシュ・マックスのサウマン・マッチがオレンジのタートルネックのディッキーを着ている。ナショナル・ランプーンズ・クリスマス・バケーションのカズン・エリーが濃いグリーンのタートルネックのディッキーを着ている。ディッキーは男性の冷蔵において使われているだけでなく、 世界の伝統服においても使われている。短くて暑い夏と長く寒い冬という気候から伝統的にアルメニアのドレスはレイヤー構成となっている。天候の変化が起こった時、レイヤーを簡単に切り替えることができる。女性のアウターのドレスがローカットだった場合、胸一面に大きな刺繍がされたリッキースタイルのシャツがインナーとなる。ギリシャの未亡人は伝統的に モーニングドレスの上に黒い模章を身につける。歴史的にギリシアの特定の地域、特にペロポネソスとエビアでは白いシュミーズと刺繍のない四方に黒いディッキー、黒いヘッドスカーフ、及び黒いエプロンを身につける。サーミ人の文化においては男女共に、特にサーミ地方の中部及び南部においては、チュニックの下にディッキーを着用する。この種のチュニックはしばしば、 ディッキーを着るための V ネックがある。ディッキーは普通は長方形であり、ウールでできている。伝統的に、女性は赤いウールを身につけ、男性やはオいウールを身につける。ディッキーは、通常、主演部がトナカイの川で装飾され、中央部が金紙とガラスビーズで飾られる。その目的は、ディッキーが注目されるためである。ありがとうございます。